広島県大崎上島町、大崎上島です。竹原市の竹原港からフェリーで大崎上島に向かいます。竹原港から約30分で大崎上島に着きます。大崎上島は人口が6700人余りといいます。造船業が盛んで、温暖な気候を生かした柑橘の栽培が盛んだといいます。島について早速自転車を借り、島の観光に出発しました。ここは旧家の屋敷を利用した海と島の歴史資料館ということでした。元は造船業や海運業を営んでいた望月家の邸宅だった屋敷を資料館にしたものだといいます。立派な建物を見せていただきました。それから国立広島商船高専を見ながら西へ進むと、大きな橋が見えてきました。中国電力大崎発電所のある長島に渡る長島大橋です。中国電力大崎発電所は石炭火力発電所で、高さ200メーターという煙突がそびえています。4時間ほどのサイクリングをして大崎上島を後にしました。瀬戸内に立ち込めたりし春霞、その中にあり大崎上島。サイクリング途中で目にした邸宅に飛び込み気づく資料館だと。豪壮な大邸宅との形容が何ともぴったり豪商の家。この先に石炭燃やす発電所、環境と生活難しき命題。